はい、三郷ストレッチファームのともちゃんです。今日は卵を移していきたいと思います。孵卵器から孵化器に移します。やっていきます。はい、孵卵器に発生予定の3月29日発生予定の卵たちを移していきます。はい、残り4個。今日この乳卵じゃないですね、卵を移す作業の前に検卵をしたんですけど、結構無精卵とか発生中止卵っぽいのがあって、最終的に孵化しそうなものは10個になってしまいました。ちょっと少ないですね。期待を込めて大事に入れていきたいと思います。もう残り3個大丈夫。
はい、終わりました、今日は少ないので早いです。はい、全部で10個ふたきに移しました。よいしょ。はい、しわしわだ。はい、発生日は3月29日の予定です。元気なひなが孵化するのを祈って待ちたいと思います。じゃあまたの機会に。